はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はガンダムサイドストーリー0079コロニーの落ちたちで、こちらをやっていきたいと思います。これはもともとね、確かねドリキャスで出たのかな。で、一応ねコンセプト的にはこうジムが映ってるようにジムをね活躍させようっていうコンセプトのもとでなんか作られたお話だったと思います。なんかジムめっちゃ弱えじゃんっていうね声が上がってて、まあジムでも連邦軍はジオンに勝てたよっていうのをこう証明するために作ったジム活躍の物語ですみたいな。まあとりあえずやっていきましょうか。ステージ1ホワイトディンゴ、ノーマルでいきますと。オーストラリア大陸が一連戦争最大の惨劇の場となることは、連邦軍はもちろん惨劇を引き起こした張本人であるジオン軍にとっても予想外の出来事であった。時に宇宙世紀0079、地球連邦政府に宣戦布告したジオン公国はブリティッシュ作戦を決行し、巨大都市スペースコロニーを地球上に落下させる。コロニー落下という恐るべき質量爆弾の目標は連邦軍の本拠地がある南米ジャブローに向けられた。しかし連邦軍もこのブリティッシュ作戦阻止のために必死の抵抗を試みる。地球に向け高度を下げつつあったスペースコロニーは大気圏突入後アラビア上空で崩壊。ジャブロー直撃を免れたものの、質量の大半を維持したままオーストラリア大陸の都市シドニーに落下。その瞬間地球上からシドニーという都市は消滅した。ブリティッシュ作戦の失敗は戦争を短期間で終結させるというジオン軍の計画を大きく狂わせた。続けて地球降下作戦を開始したジオン軍は地球連邦の混乱に乗じ、各地で電撃的な勝利を収めていく。そしてブリティッシュ作戦により最大の被害を受けたオーストラリアもまたその例外ではなかった。ジオン軍はオーストラリア大陸の主要な鉱山や採掘施設を占領。連邦軍は連邦軍で各地に分断され、積極的な攻勢をかけることもできず、戦略的価値のない地域を確保しているに過ぎなかった。それから11ヶ月後、宇宙世紀0079 11月22日、オデッサでの戦闘を契機に連邦軍は全地球規模の大反攻作戦を開始。連邦軍オーストラリア方面軍司令スタンリー大佐の指揮のもと、連邦軍の大陸奪還作戦は開始された。第一主力部隊レッドポッサムは大陸の中央部へ進攻し、第二主力部隊グリーンイキドナは大陸北部へ、第三主力部隊イエロークオッカは大陸南部へと同時展開。3つの主力部隊を軸とし同時多発的に展開することでジオン軍の指揮機能を混乱させ、相互支援できない敵軍を括弧に撃破し大陸を奪還するのである。そしてこの攻略作戦を支援するため前線に配備された部隊こそ、後にホワイトディンゴとして恐れられた連邦軍特殊遊撃モビルスーツ小隊である。ファングワンのコードネームを持つ男マスターピースレイヤーとえりすぐられた3人の兵士たち、今このコロニーの落ちた地においてホワイトディンゴの名を冠した戦士たちの戦いが始まる。ホワイトディンゴ。まあこのお話も地上がメインなので、というかまあ地上しかないのでまあ舞台編成は
地上のモビルスーツ中心で行きます。ジオンも大変だよね。こう宇宙から来てさ、地球全土にさ軍を展開しないといけないっていう。でもともと連邦軍は、物量で勝ってて、地球全土にさ軍を敷いてたから、それをね制圧するってなると、いくらモビルスーツが、先に開発したとはいえ結構大変なことだよね。物資の補給がやっぱり最優先になりますよね。基本的には現地調達しないといけないから、こう食料とかね燃料とかは。さて何をするんだ。あんまり説明を聞いてなかったぞ。戦車部隊がどうたらこうたらって言ってた気がするんだけど、オーストラリア、メルボルン。ウォルター司令官。作戦計画書を読んでくれたまえ。そんなすぐ読めんのこれ。めっちゃ長そうだけど。今時紙の作戦計画書とは。うん、そりゃ知ってるよ。そりゃね、納得しない。わからんよ、意味が。オクトパス招待ってことか。なるほどね。そういうことか。こうやってね、物を見れる人はね、やっぱ優秀ですよね。てかさ、ザビ家はさ、こんなさ、一中佐のことを気にするの？なんでこいつそんなにザビ家のことが嫌いなの？シャアじゃあるまいし。オーストラリア、レインボーバレー。各員のコードネーム、レイヤー隊長ファング1、レオンファング2、マイクファング3、オアシス。いいね、オアシスって感じだよね。こちらみんな渋いよな。砂漠って戦闘にはいいの？そうか、建物とか気にせず戦闘できるからか。
そういう地理的なものね、さっぱりわかんないですね。オーストラリアってどういうとこみたいな。まあ行ったこともないし。もともと砂漠が多いんだ。なるほどね。そんなイメージなかったけどな。いや、俺も知らなかったよ。そうだそうだ。あ、すげえな、こういう情報分析もするんだ。ザクが配備中。うん、敵を甘く見るな。ミッションスタート。同ターン中にザク2を3機撃破できるか。おお、なるほど、なかなか難しいことを言ってくるね。まずはじゃあマゼラアタック、こいつは多分戦力的なあれにはならないから索敵機能だよね。命中率プラス3、周囲3マス、周囲3マス、ああ出た出た、この間ね。どうしようかな。じゃあまずはこいつで、結構命中率低いな。あとね、マゼラアタックはどうしてもね、3から6っていうなかなかの射程を誇るんで、まあ、やっぱりこれでいくしかないか。こっち4から8あるし。バング3始めるとしますか。よし、痛い、ちょっと待って。でマスターピースレイヤーで、あれこいつロケットランチャーしかねえじゃん。微妙にジムが違う、事務違いだ。一旦待った方が良かったかな。でもな、射程の外から攻撃されそうだしね。こちらファングワン、戦闘を開始する。開始された。しかも届かねえしこいつ。一応ここに行くか。このマゼラはチャンスステップに使いたいけど危険だな。防御力低下、反撃をしていこう。痛い、こいつは反撃不能だし。 50% ファング2戦闘開始します。うお、よけられん。何、後ろにも出てくるのか。これきつくないか、かなり。了解、さっさと敵を倒そう。あれ前衛部隊って何、味方的な感じ。地球連邦軍61式戦車。え、ちょっと勝利条件は敵軍ユニット、あ、前衛部隊がこう進行してくるから先にモビルスーツを排除しろっていう、そういうことか。全然作戦内容聞いてねえな。これはビームサーベルで確実にいこう。 81% よし。マゼラアタックじゃなくてマゼラトップの方はさすがに倒せるんだよね。だから一
回こいつで命中率上がるところに行って、まあ攻撃は仕掛けない方向で、でこいつがちょっと弱いから、まあ、支援をかけて確実に倒す。支援など必要なかった。まあいいや。でチャンスステップのスプレーガンでいけるよね、500だから。まあここまではなかなか順調なんで、一旦セーブをかけて、どうしようかな。まあもうザク3機同時はこのターンじゃ無理なんで、マゼラアタックを排除しておこう。でなるべく近づこう、こいつらは。でこれでいいでしょ。でこいつもこれのこれ、ちょっと待って、支援、あもう1機できるってことか。これの決定と、はい。で、OK。テンション的なものもね、上げておきたいからねっていうか、エネルギーがなくなる。よーし。で、これを近づいてきてくんないとね、いけないからね。射程いくつだ？ザクバズーカが5でしょ？ 1,2,3,4,5。大丈夫だよね。でこいつも1,2,3,4,5、うん、さあ来い。うおー、戦車来てる来てる。あれちょっと待って、上からの奇襲か。え、そんなに戦車中隊ってさ弱いのなんでそんな守らないといけないんだよ。むしろこの作戦普通にさ、ホワイトディンゴに任せた方がいいんじゃね？戦車なんかより。どうした？減らしておこう。うわー、エネルギーが足りないなんてこった。一応テンション上がった。よし。このザクマシンガンじゃなくて100ミリマシンガンで減らしておく。あいつが動かないじゃないか、あいつが。うおー、狙われてる、トップに。いやー、やばいやばいやばい。うおー、61式戦車マジかよ。超弱いんだけど。このザクをなんとかしないといけないから、ちょっと待って、ここはここのターンでザクをなんとかしないといけない、確実に。やっぱり結構条件達成が厳しいね。まあ、3機同時で無視すれば別にいいんだけど、まあ、こういうチャレンジはねやりたいからね、やっぱり。でエネルギーも見ないといけないから35でしょ。ってことは2回しか攻撃できない。マシンガンが2回だよ。これと支援かけてこいつを倒す。ほら、よし。でこいつはここでスプレーガンでこいつの支援でロケットランチャー、この2発8600どう？ん？当たんなくね236だから、これオアシスに任せよう。オアシスに、ん？てか指令なんてする必要ないよ。ターゲット確認、やるしかないわね。
あ、こっちも頑張ってくれんだよし。で、これをなんとかしないといけないんだよ、このザクを。ロケットランチャーと100ミリマシンガン、これで倒せなかったらちょっと。よし、 OK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 。 まあザクはなんとかなったね。ってことは、あとあの戦車をなんとかしないといけないから、ちょっと戻ろう一回。戦車を助けに行くぞ。クソ、機動力が機動力がしょぼい。一応おとりくらいにはなるかな。で、一応回避してほしいからセーブしよう最悪回避できるまでロードが繰り返される恐れがある。もう何してんだこの戦車56%。 あ、やった、オアシスちゃんが犠牲になったけどやばい、援護お願いします。こっちだってね、戦力不足なんだよ。そんなこと言っても、よし、とりあえずかわしてくれたな。どうしよう、こっちのザクはどん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 進んできたらな。ダメだ、射程に入らない。こいつも下に行って、射程に入らん。で、こいつはやばい。この長距離のやつ、長距離のやつでなんとかしたいけど全然入らないな。大丈夫かこれ。進むねー。おー、ザク来た、やばいやばいよこれ。え、これ当たったら終わりでしょ。これマジむずくないか普通に。これはあと、だってどうしろっていうの。ドップとはいえ、だってさ、絶対一発じゃ倒せないからね。2人ずつクリティカルが出てこれだからね。で、でだよ、このザクを気にしないといけないからっていうか、戦車隊マジかよこれ。このビームスプレーガンで、そうか、隊長の範囲内にいないから無理なのか。ビームスプレーガンのマシンガンでドップを倒すと。ザクどうすっかな、支援が無理か。こいつはそこそこまだエネルギー残ってんな。超強気にはならんね。さてどうする、この戦車とかマジ食らったら死ぬな次。でオアシスも何気にまずいかな。数を減らすか、まあとりあえずは。無理だ、隊長の支援の中にいないから。これは当てることが重要だな。 64%、 小屋セーブだ。やっぱりね、命中率 100% が基本じゃないのが厳しいよな。しかし精鋭部隊にはそんなことも言ってられん。ほら、で下のドップは最悪だ、かわされた。これだってさ、セーブ&ロードなしでさ、普通にクリアできんのできなくね、チャレンジ達成しつつっていうの。
めっちゃかわされんだけど。ロードの速さがさめっちゃ速いからいいけどさ、あ間違えた、ロケットランチャー、ロケットランチャー、そうエネルギーをねめっちゃ使うんだ。そういえばよし OK で次超強気からザクをぶっ倒しに行こう。18かエネルギーがないな。でマシンガンで8600は絶対無理だよな。クリティカルの6500、よしよく回避した。狙えるかな、狙えるけどエネルギーが一気になくなるな。よし OK、 これで上のザクはとりあえずじゃなくて下のザクは排除したから、ここだよな。どうしてもこの戦車なんて狙われたら一巻の終わりだからな。あ、とりあえず一発ぶん殴っておくか。よし、これでちょっとセーブしよう。まあ向こうの命中率もね 100% じゃないんで、逆に言うと。よし OK、 戦車進むねこれかわしてもらわないとダメでしょ。まずこれはかわさなくても多分大丈夫でしょダメだ、ダメなやつだった。当たった、死んだ。敵の殲滅を急いでください。あ、これあれなのね、別に一機でも破壊されちゃダメってわけじゃないんだ。全滅したらダメってことか。そうかそうか、あ全滅ね、じゃあ余裕だじゃあちょっとアニタちゃん攻撃を仕掛けよう。よーし、アニタちゃんのテンション上げていこう。28だから2回も無理なんだな。ってことは1回ビームサーベル打って挟んでこいつに支援をかけてもらおう。超一撃で、このドッグもあれだよな、全開だよな。スプレーガンと、あれこいつの射程に入ってない。でこう、よし、で残すはあのザクだけか。マスターピースエア届く？届かないね。ヒットポイント自体はマックスだから、まマシンガンで一発殴っといて、スーパークリティカルでも無理だからな。うん、1500、アニタちゃん1500当たったっけ。チェーンガン頼む、最後は君に任せる。悲惨な生活を強いられてる同胞が何万といるというのに。よく頑張ったオアシス。我々の勝利です。戦車が一体犠牲になったけどね。何が？全く奇妙だとは思わんぞ俺は。
可能性としてはあるな。よくわからん。ああ、なるほどね。通信傍受か。なるほど、そういうことねってよくわからん。通信料。なるほどね。こいつら本当すげえな。軍人って本当すごいんだな。いや、君たち精鋭部隊じゃないの。小娘の DJ 何。これで前半戦が終わりですね。オーストラリア南部アデレート駅。戦況予測。ファックス。光ファイバーが使えない。マヤ小泉って日本人かな。小泉マヤさんみたいな。まあやっぱり物資の補給が難しいっすよね、ジオンにとっては。俺博打はめちゃくちゃ弱いっすね。もうそれはね、自分で分かってるんで、賭け事なんて全くやんないっすね。
ビーナーズラックとか。アリススプリングスへ向かってもらう。まあ所詮はね、ホワイトリンゴ全部で支援機合わせても4機しかいないですからね。統治下軍の破壊、なるほど。一つ条件がある。まあそれは普通でしょう。民間人への被害は最小限に抑えないとね。何、鉄道施設の破壊を行われるのか。それはどういうこと？作戦趣旨を要約して見てくれたまえ。おお、わかりやすい。庭の芝生を踏むのも遠慮してくれ。めちゃくちゃ厳しいな。オーストラリア中央部アリススプリングス。ビッシュドマヒュー。荒野の陣内。敵を甘く見ていたな、ジオン軍よ。制約を一つ加えさせてもらおう。制約ばっかりだな。なるほど、ジオン軍もやはり同じことを考えているか。お互い大変だな、ビッシュドナヒューよ。アンクル・ドナヒュー。軍の情報網を甘く見てもらっては困るのだよ。
よくそんなこと知ってんな。間違いやすいことわざの一つですよね。情けは人のためならず情けをかけるのは人のためにならないんだよっていうのがまあよくありがちですけどね、まあ、そういう意味ではないという一つお勉強になりましたね。妙なものはないか。特になし。レオンは何？頭いいね。ホワイトリンゴの頭脳だな。なるほどって、そうなの？作戦の一部変更。歌を歌うことを許可する。なんで？意図がわからん。トーチカは変なところにトーチカは置いてないね。じゃあそのまま。地形適性に合わないユニットがいますと。誰だっけ。この前がね宇宙船だったからね、ここら辺は大丈夫。ドラッツェだな。スナイパーカスタムとかは大丈夫でしょう。地上用を出すか。グッ、クラフトタイプとか飛んでていいんじゃない。でこっちなんだよね問題は。あ、そう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 、結局ねガンダムマーク2攻撃力高いんでマスターはこのままでいこう。一旦待機させて、で EG8 が使えるはずなんで EG8 出すでしょ。陸ジムはレベル5。あれ陸ジムってなんかあったっけ。あ、そっか、6まで上げてブルディスティニーを作りたいんだ。あとねズゴック戻そう。さらにガンタンクも出そう。あ、ヒルドルブが出られないのか。どうしようかな。でオプションパーツこのブースター
ハブフライトシステムに乗った時の移動力プラス1なんで、普通に間違えたな。バーニアかバーニア、ブースターっていうのにねつい引かれちゃうんだよね。バーニアだバーニア。はい、 OK。 あとはそうだね、体調機にねあれをつけておきたいんだよね。このイワックシステムみたいなやつ、これ違う、これは鳥持ちだ。ディスクレードシステム、命中率プラス10、2万円すんのか、たっけえな。慢性的なキャピタル不足だな。まあそれはしょうがない。よし、これでいこう。 OK。 でザンジバルになったからね、移動力はね下がってるはずなんだよね。やっぱ地上用の方が機動力は高いんだよね。統治下すべて破壊、3ターン以内か、任せろ。もうこれはガンガン攻めよう。で攻撃できるときに攻撃をしておく。そこからフルアーマー、ミニライフル、レベルアップ。もうレベル20か、早いな。さ、サクサクサクっといこう。サクサクサクっと、でガンダムマーク2。あ、そっか、試作ビームライフルはちょっとエネルギーの消耗が激しすぎるかな。ビームライフルで、じゃなくてビームサーベルでなんとかしよう。で真ん中のトーチカをどうすっかな。とりあえずマスターピースレイヤーも進めるか。トーチカが反撃してこないので、ガンタンクだったら攻撃できるでしょう。ここからさらにこの2人で倒すと。あんまり進みすぎてもな。3ターンはもうこれ余裕でいけると思うんで、戦力を整えながらいきましょう。でこっちはジムスナイパーカスタムの射程には入らないよな。まあ、ちょっとずつこいつらを進めていくか。よし、 OK。 反撃不能か、連装法。おー、何、ガンタンクですら攻撃ができないと。てかめちゃくちゃ射程長えな。まさかこいつが狙われるとは。オアシス、確実に射程の外から攻撃してくるね。じゃあザンジバル進めて、いやいいねザンジバル。こいつをぶん殴っておいて、陸ジムでいけるか。ミサイルランチャーだな。4750、厳しそうだな。4300。倒せない。じゃあズゴックでいくか。アイアンネイル、できっちり3ターン以内で倒そう。まずフルアーマーガンダムをちょっと前に出すか。でキャリベース、キャリベース本当移動力がしょぼいな。もう一機戦艦が欲しいけどな。あんまり戦艦ばっか作ってもね、羽の消耗が激しいからな。本当はホワイトベースザンジバルみたいな感じにしたいんだけど、コアファイターだな。今鍛えるべきはコアファイター。4183、
テンションは上がらず、4183だからこの装置かも倒せないから、ねビショップはねあれなんだよね、ほぼ宇宙用なんで、宇宙専用じゃないけどほぼ宇宙用みたいな。ジャイアントガトリングとか多分倒しちゃうよな。じゃあこっちにするか、5600か。でそうでもなかったなそんなに強くはない。じゃあこの初期ジム、こいつも大変だよな初期ジムに乗って。うちの隊長はガンダムガンダム5号機なのに私はまだ初期型のジムよみたいな。この部隊はモビルスーツに差があるな、俺なんてコアファイターだぜセルフチャージなんか良さそうなの覚えたな。っていうかスキルとか全く使ってねえないいや、ビショップ攻撃させよう。こいつも割とレベル上げたいからな。あれ倒せないまあいいや、トーチカ意外に勝ってな。であとこのトーチカも倒すでしょ、まあ、ガンタンクでちょいと仕掛けるか。アイアンネイル、アイアンネイルも1から2か。接近戦の1から2はほんとね使いやすい。ここで1回耐えろ。でまあこのトーチカは次に回しましょう。一応進んでおくか。こちらはダメージを食らうかもしれないけど、さすがに一発じゃね死なないと思うんで。でセーブをかけて、そうだよな、そろそろフェニックスガンダムの解放型を買い直してハロに育てないといけないからね。なんかねハロを直接買うよりはフェニックスガンダムからハロに育てた方がまあ確かにお金はかからないですよね。ハロもめちゃくちゃ高いんで5000か、どうしようかな。とりあえず0号機で倒しておくか。ビームライフル強えな、やっぱり強えなこれ。フルバーニアの盾がめっちゃ気になるけど、よしチャレンジ達成。ていうかさ、さっきの司令官みたいなどこ行ったの？なんとか中佐だっけ名前忘れちゃったけど。電気系統トラブル、そうか、通信回線とかもそういうのも確保しないといけないんだよね。まあごもっともだ。
モビルスーツ部隊が展開されたな。どうした？小耳に挟んだって、どこで？そうだ、怪しいぞ、レオン少尉。ちょっと揉めてるね。新たなモビルスーツ1。スーツのお手並み拝見といこうか。あいつはエースだ。お、アンノーン。ザクか、売り飛ばそう。普通にザクだな。でちょっとこっうちの部隊を一旦下げて、初期順位を下げて、まあ、フルアーマーガンダムはそのまま上に行くでしょう。で、これで多分倒せると思うんだよね、当たればの話だけど。よし、キャリーベースを進めても、キャリーベースの、ね、移動力がしょぼすぎるな。ミサイル一斉射撃無理。こっちもちょっとガンタンクさすがにエネルギーがなくなってきたから、これで全員帰ったよね。ゾンジバルすげえな、移動力。これミサイル入るっしょ。よしよしよし、攻撃を食らったけど、ゾンジバル強いわ。これちょっと第一グループと第二グループ入れ替えようかな。移動力6、あ、そっか、キャリーベース移動力5か。ふむふむふむ。できればな、グフはな、マスターピースレイヤーで倒したいっちゃ倒したいけどな。もう真ん中のさ、この突起物が邪魔なんだけど、何気に。EG8。いくぜ。マゼラアタックを倒してもね、あんまり経験値には、ね、ならないと思うんだけど、まあ少しでも稼いでおくか。422で580。あー、もらえない。100ちょっとしかもらえないな。ちょっと護衛でこいつを出しておこう。で、ガンダムアタックを、届かないか。あのマゼラトップはジムストライカーとか届くか。100ミリマシンガンか。あのザクが来るのをちょっと待つか。とりあえずこれでいいかな。狙ってくるね、マゼラアタック。こいつらは動かずか。これ指揮関係でしょ。ちょっと届かねえし、射程がちょっと厳しいのか。ビームライフルしかないから。でこのザクはちょっと捕獲するから、まあ、攻撃してもしょうがないんで置いとくでしょ。痛い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 。
鉄ザンジバルをこう動かして、グループ攻撃でいいか。指揮官機のザク、こいつクスロックはしない。このままぶっ倒す。13800か、結構強化されてるね、やっぱり。で、4600、陸ジムをちょっとやっぱ上げたいからな。支援をかけてでも、こいついけんの？いけないか。倒す。77の73。オッケー、要衆にトレベルアップ。これでブルーディスティニーが作れる。レベルか。 EG8 ってなんだっけ何になるんだっけ。まあいいや、捕獲しておこう。左のやつは入らないから左で行こう。ホワイトリンゴは出しておくでしょう。まあ陸だからね、相手は射程が短いから多少進んでも大丈夫だと思うんだけど、まあ戦艦を動かせるだけ動かしておくか。捕獲と。さて、あとはジムストライカー。ジムストライカーもな、接近専用だからね。やっぱ接近専用よりは射程が長い方が使いやすいね。めんどくさいからこっちも破壊しておくか。ビームライフル、あとは待つか。リビームは下げておこう。破壊されたら嫌だからね、せっかくブルーディスティニーになれるのに。来た来た来た。反撃できるときに反撃をしておく。テンションは、ザクツ、おお射程が1万か。まあ、ちょっと先にこっちの策を勝たしていくか。1800でしょ。やっぱりね、コアファイターなんだよね、コアファイター。今ちょっとコアファイターを上げることに専念しなくては。4800。じゃあこいつも倒せるってことだな。こいつもすごいな、コアファイターでめっちゃ撃墜してるからね、モビルスーツを。こいつこそエースだよな。あいつコアファイターでめっちゃモビルスーツ撃破してるぜ。このザクツ、まあフルアーマーガンダムでビームライフルを打ち込もう。あ、そうか超強気になってんだ。さすがにクリティカルが出れば倒せるか、一発で。で、上のザク3体、これをどうするか。てかザンジバルが進めない、邪魔だ。あ、グループ攻撃ってこいつが入るから、あれ倒したまあいいか。じゃあ強襲型ガンタンクも出す。ロケットランチャー、支援がかけられたね、こいつか。おいおいおい、このザクエースだな、超強いぞ。で1万か、超強気か。ここはマスターピースレイヤーで倒したい。確かね、こういうのをね撃破すると
オプションパーツがね解放されたりするんですよね。まあ、まずはズゴックでいこう。アイアンネイルでズゴックとグフかどっちが強いんだろうね。2800とか超弱えんだけどズゴックの方が全然弱えわ。でここだったらね支援が入るはず。もうみんなフルボッコにしよう。おお、こいつの支援が入らないのか。ジムストライカーで一発殴っておく。マシンガンだな。確実に行こう、確実に。で4074、あ、そっか、ビームサーベルの方が強いんだね、この場合。スプレーガンでいいと思うんだけどな。命中率を重視していこう。4000だからね。手加減はできんたちでな。悪く思うな。早い、それに動きがいい。グフ対ジムか。部が悪いな。この調子なら残りのやつも簡単そうだな。やるの。この一撃で仕留める。損傷は与えられなくても足さえ止められれば。いやー、2人がかりで5100か。ゲットゲージめっちゃ増えたなジムだからか。じゃああとはちょっともうこいつで狩ろう。強えわマジで。でビームライフルと。よーし、敵モビルス隊の全滅を確認。そんな厳しくなかったけどね最初の戦いの方が厳しかった。敵モビルスーツの反応あり。荒野の陣雷か。おお、有名なんだね。怪しい。ああ、なるほど、逃げるのを見過ごせと。おお、鉄道が走っている。なかなかいいね、こういうシーン鉄道ってそんな速くないんだね。さすがだ、荒野の陣雷。
てかマイク歌歌ったの？別に歌歌ってなくなかった？そりゃ知ってるでしょ。ジャクリン人気だね。もう人気だね。こんなおっさんまでファンなのか。暗号文。比較的弱い暗号。ほんほんほん。これは。何、重要文だったの？なるほどね、そういうことか。過激だな。本当だ、もっと建設的な意見を欲しい。優秀だね、ユーリ君、君は。完全に有利、大変だなこれ。2万5000円、よしよしよし。これでザク2体も解体できるでしょ。アニタちゃんがゲットできましたと。お、ほらほらほら、ナノスキン、ヒットポイント 10% 回復。まず編成の捕獲で、もうこれは全部いらない。ザクは全確保じゃなくて全解体。12000円、やったー。でグループ編成のこいつはレベル上がってないっけ。特段上がったか。フルアーマーガンダム7号機パーフェクトガンダム、ヘビーガンダム。じゃあちょっと下から作っていこう。ヘビーガンダム、よしよしよし。でここら辺のね、舞台はね、全然レベルが上がってないんだよね。もうちょっとコアファイター任せになってるから今。ようやく7レベル。で、こいつどうしよう。やっぱり開発しちゃおうかな。ジムクエルか。ジムクエルはめちゃくちゃ下がるよね。もう世代がちょっとね、変わっちゃったからね。とりあえず、試作0号機は置いておいて、お金が貯まったから、ヨルムンガンドとかある。ヨルムンガンドとか絶対使いづらいでしょう。あ、ライノサラス。ライノサラスって持ってなかったっけ、どっかに。いた、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 いた。よし、地上戦だから、ライノサラスを配備しよう。で、これでかいからね、そもそも。
れでかいよね、こいつサイズ。サイズって XL、 そうだよね。で、XL ってマスターユニット以外のところに置くと、これね、枠を2つ使うんですよ。で、通常のサイズは、モビルスーツって M サイズなんですよ。でもこれがね、サイズがでかくなると枠を2つ使って、マスターの場合は別にその枠は関係ないんで、で、そうなるとライノサラスちょっとどうすっかな、これ。移動力5か。ちょっとオプションパーツをつけよう。で、ここで間違えないように、バーニア1万円台のちょっとオプションパーツを揃えるか。ここら辺はさすがにね、高いんだよね。っていうかさ、なんかなかった、装備できるの。あるじゃん、あるじゃん。これは別。ってかさ、場合によって2つ装備できるのこれ。ちょっとやってみようか。あ、ダメか。さすがにダメか。ウェポンコンテナつけよう。これなんで持ってんだっけ俺。ヘビーガンダム。ヘビーガンダムは、移動力7あんのか。いいね。こっちにもね、チームね、置けるっちゃ置けるんすよ。置けるっちゃ置けるんだけどね、いかんせんモビルスーツとね、人がいないんだよね。で、ちょっとお金が貯まってきたらの話になるんですけど、1個の部隊は、なんていうの？実在するキャラクター、アムロとかさ、そういうのを入れて編成したくて、で、もう1個の、グループが、こっちのオリジナルキャラクターでちょっとね、固めていきたいと思ってるんですよ、将来的には。ただ、そのスカウトするのにね、お金がかかるんですよね。アムロとかも6万円するんで、シャーとかも。徐々に揃えていこうかな、そうすると。結構ね、揃ってきましたね、雇える人が。で、基本的には、そうですね、基本的には、なんか俺の好みがめっちゃ出るかもしんないっす。特に女性メンバーみたいな。舞台一つはちょっと女性で固めたいっすよね、4つ。まあ、それが、一応将来の目標でありますと。で、設計を見ていきますか。ここら辺は変わらずかな。よし。で、キャラクターね、全然育成してないんだけど、それ育成するとちょっと時間かかるんで、まあそれもまた、次回以降に回していきましょう。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、また次回続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。